ヒップホップは黒人のカルチャーです。で、黒人以外に世界的に有名なラッパーや R&B 歌手になるのは難しいです。今でこそ、エミネムを筆頭に白人で、世界的に有名なラッパーとかはいますが、でも今なおアジア人でなかなか世界的に有名なそういうアーティストは出てきていません。そこで今アジアで、ね、一番世界に近いラッパーの4人と言ってもいいハイヤーブラザーズを今日は紹介したいと思います。ハイヤーブラザーズは中国の、チェンドゥの、4人のラッパーからなるクルーです。リーダーのマシュエ、DZ のサイピー、メロ、この4人からなるラップクルーです。で、彼らが所属するのは88 Rising というレーベルです。88 Rising っていうのは、アメリカを拠点にアジアをルーツに持つアーティストを集めたレーベルで、まあ、先ほども、ね、言ったようにアジア系のアーティストが活躍するのが難しいっていう、そのアメリカのヒップホップシーンとかでこれまでにないぐらいの存在感を発揮している、レーベルです。で、所属アーティストにインドネシアのリッチ・ブライアンとか、あと日本で生まれ育ってビルボードでアジア勢史上初の R&B ヒップホップチャート1位になったジョージも所属するような、すごい勢いがある、レーベルです。で、ハイヤーブラザーズについて紹介する上で、欠かせないのがね、背景、彼らが出てきた背景ですね。で、もともと中国っていうのはやっぱりヒップホップシーンが盛んじゃないです。あまりイメージないと思うんですけど、まあ、アメリカとか世界に比べてやっぱり若者がねヒップホップに触れる機会が少ないと思います。まあ、なぜなら SNS も規制されています。インスタグラム、ツイッター、YouTube、これらは中国国内で使うことはできません。まあ、厳密に言うとね、使う手はあるんですけど、それでもやっぱり、自分が中国にいた期間があるんですけど、周りの友達、大学生とかもほとんど使っている人は いませんでした。で、この SNS が使えないっていうのは今の時代においてすごい、ハンディキャップっていうか、やっぱりみんな見ない日はないと思うんですけど、 SNS をそこからの情報っていうのがほとんどなので、今はで、そこからバズが生み出されてラッパーが有名になっていくっていう現象もあるので、すごい規制されてるっていうのがどれだけ大きいことかっていうのが分かると思います。で、彼らが使っているのが WeChat というアプリです。日本でいう LINE にあたるアプリで、まあ、彼らはみんな使っています。で、ハイヤーブラザーズも、曲の中で WeChat っていう歌を歌っています。で、このようにね、彼らはその中国特有のアイデンティティというか、そういうのをまあ面白おかしくクールに出しているのがこの世界で、成功している一つの鍵になっていると思います。で、それにね、まあ、背景の話ですけど、ヒップホップシーンは盛んじゃないって言いましたが、で、やっていたのもほとんどオールドスクールのヒップホップだったんですね。で、今やっぱり世界はトラップが主流で、なかなか今オールドスクールで、その最先端のトレンドに合わせたヒップホップはやっていませんでした。それにね、2018年の1月には中国政府がテレビにおけるヒップホップカルチャーとタトゥーの使用を禁止しています。まあ、そんなね、厳しい、ヒップホップをする人にとっては、まあ、厳しい環境、ラップする人にとって厳しい環境の中で、そんな中国で抜けたのが、ハイヤーブラザーズです。いい意味で異質な存在ですよね。そんな中、なぜ彼らは中国を超えて世界で活躍することができているのか。彼らは、オールドスクールが主流な、中国のラップシーンの中でトレンド感があるトラップサウンドでアジアだとか中国のアイデンティティを出しているのがキーだと思います。やっぱり中国とかアジアにはいい意味でも悪い意味でもステレオタイプがあります。それをうまく利用することによって特有の存在感を出していて、なおかつハイクオリティなラップ、曲作りで、それを届けています。で、ありふれた曲じゃなくて、やっぱりその中国アジアのアイデンティティを面白くもクールに出していることが、世界の人の目に留まるきっかけになったんだと思います。で、やっぱり肝心のラップどうやねんっていう話なんですけど、まあ、彼らのラップは英語混じりの中国語でラップをします。スキルもね、4人のラッパーとも持っていて、で、やっぱり、中国語の速いフローですよね。これが最大の特徴だと思っていて、やっぱり新鮮ですね。日本語とか英語とかのラップっていうのは慣れていると思うんですけど、中国語の速いフロー、これはやっぱり聞いてみないとわからないと思うので、ぜひ聞いてみてください。で、 YouTube に、彼らのその中国のラップシーンに与えた影響とか、あと彼らの生い立ちを、インタビューとか交えて、見れる動画が、リンク貼っておくのでぜひ見てください。で、そんなハイヤーブラザーズのユニークな存在感を象徴してブレイクのきっかけとなったアルバムが2017年5月に出したブラックキャブです。その中に彼らの代名詞ともいえる、メイドインチャイナという曲があるので、それを紹介したいと思います。メイドインチャイナという曲は一番有名な曲で、彼らので、中国のクラブに行ったら絶対に流れていました。で、みんなめちゃめちゃ上がってましたね。で、ビートがね、まず
中国感あふれるビートというか、なんか中国の伝統的な楽器なんかな、まあそういう音があってなおかつかっこいいトラップでのビートです。でまず初めになんか Rap Music China Sounds Like Chin Chen Chong みたいな感じで、女の人の声かなんかで始まるんですけど、まあそれまずね悪いステレオタイプを利用していると思います。でその悪いステレオタイプを利用した後に、まあリリックの紹介ですけど、Made in China の曲名通り Made in China っていうやっぱりいいイメージないと思うんですけど、結局君が持ってるのは全部 Made in China だよみたいな感じのリリックで、まあうまいことね皮肉も交えて、なおかつそのハイクオリティなヒップホップで曲ができています。でミュージックビデオもすごい中国の感じが出ていて面白いです。赤を基調とした背景で、あの中国の、昔の歴史あるようなセットで、で4人のメンバーが、麻雀とかカンフーをやってる感じですね。でもう一つあのミーゴスとかリルヨッティとかプレイボーイカーティとか、まあ、他にもいるんですけど、そういう US の一線級のラッパーたちが、メイドインチャイナのミュージックビデオを見てリアクションをしているっていう動画も、88 Rising が上げてるので、これも面白いです。やっぱり88 Rising のそのマーケティング が面白いなと思うところですね。で88 Rising っていうのは、まあ、その他にもあのラッパー、そのアメリカの有名ラッパーに、プランクを仕掛けるみたいな、ドッキリを仕掛けてみたみたいな、そういう YouTuber 的なね、すごい面白いエンターテインメントなこともやっているので、ぜひ見てください。でこの流れであの、おすすめの曲を3つ紹介したいと思います。まあ1つ目は、まあ、さっき言ったメイドインチャイナ、まあ、彼らの代名詞です。で次が、一番最初のアルバムの5 Stars から、ゴンシーファーツァイって曲ですね。で意味は英語で言うと I hope you get rich っていうことらしいんですけど、なんか中国のあの正月の時にみんながその集まった時に言うみたいな言葉らしいです。で曲自体はあの思わず口ずさみたくなるようなフックで、誰でも歌いやすいっていうか本当にノリのいい曲です。でこの5 Stars っていうアルバム自体ね、あの一番最初のアルバムなんですけど、フィーチャリングでスクールボーイ Q、 スキーマスクザスランプゴッドと、あとね日本のコーとかも入っていて、もう、世界をまたいでフューチャリングしていてね、まあファイヤーブラザーズの今の規模感がわかると思います。でまあこのアルバム自体がもう中毒性ある中国語のラップで、それであとまあ英語、簡単な英語のサビとかも組み合わせられて、すごいノリがいい曲が多いんで、多分すごいキャッチーで聴きやすいと思うので、ぜひ聴いてみてください。で最後紹介する曲が同じく5 Stars から No More。でこの曲は同じ88 Rising 所属でインドネシアのシンガーのニキっていうかなが、フィーチャリングで入っていて、で彼女の歌声もすごいスムースな感じで、多分失恋の曲やと思うんですけど、それにプラスして、まあ、主演のスムースで、クールなラップも、入ってて、すごい、まあ、R&B の曲というか、まあ、おすすめです。でまあねやっぱり中国でこれだけカリスマ性があって、存在感、やっぱ世界的に見ても異質だと思います。そのアジアのそのステレオタイプを逆手にとって、でなおかつこんなクール、トレンド感のあるラップをしたり音でデリバリーするっていうのは、でやっぱりしかも所属しているレーベルっていうのは88 Rising っていうとこですし、まあ、これからの動きもすごい楽しみになってくると思います。でこれを機にあの曲を聴いてみたり、アルバム聴いてみたいね、ハイヤーブラザーズに触れてみてくれるとすごい嬉しいです。まあリンクもね、いろいろここで紹介した曲とか、いろいろリンクも、貼っておきます。普段はねあのこんな感じで、好きなヒップホップ関連のことについて喋ったりしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと、皆さんの好きなラッパーとかもう何でもいいので、コメントしてください。ではありがとうございました。